はいどうもピズナックのうくらです。今日は誰にもバレずにクイズ出してみた、イエーイ。クイズは今から出そうと思うんだけど、誰にもバレずに出そうかなと思ってますそのまんま。まあどういうことかっていうと、まあ事情を説明しますと、ツイッターで自撮りつなぎっていうのがあるんですよ。最近ね、そのコロナで自粛ムードになってから、ちょっとオンライン上でにぎわってる文化なんだけど、その自撮りを撮って他の人にパスして、その人がまた自撮りを撮ってってこうパスしていくってやつがあって、それがね、昨日松丸亮吾くんから来まして、自撮りを上げてくださいっていうことになったんだけど、僕ね全然自撮りをしないんですよ。マジでしなくって、で一回というか、これは良くないなと思って、自撮りしようと、僕めっちゃご飯とかすごい誘う、めちゃくちゃ行くからご飯は。でもその終わった時に自撮り撮ればいいだけの話じゃんと思って、自撮りをする習慣をつけようと思って、で一回青色っていうボーカルユニットの松浦光大くんっていう子がいて、モノマネとかもやってる子なんだけど、その子とご飯行った時に一回自撮りして、おおこれいいじゃんと、今後もやっていこうって言って、コロナなんだよ。それから誰ともご飯に行ってないの。だからね、まだ自撮りがね一回しかできてないっていう状態で、僕はねそのカメラロールを見ても自撮りの写真がなかったんで、ちょっと今から撮らなきゃなっていうことになりまして、なんでパッと見はなんだ、ただ自撮りしただけかって思うかもしれないけど、実は謎解きになってて、なんかの答えがあるというようなねツイートをかまそうかなと思っております。で、まあ本当に今何もまだ考えてないんだけど、なんで今から、どういう風に謎解きを作っていくかを、まあ、ドキュメントとして映像化するという、まあ、プロジェクトになります。なんで僕は今からどんどんアイデアを言ってて、つまり解き方を、説明しちゃうので、解きたいっていう人はね、概要欄にツイッターのツイートを貼っておきますんで、それは謎になってますので、何が答えなのかというのを、先に考えてみてください。では、早速謎を考えていきたいんですが、まず、ツイッターって写真が4枚撮れるんですよ。4枚載せれて、でそこに自撮りを4つ貼るでしょ。でここで自撮りをやっても、そもそも面白くないから、自撮りつなぎとして考えてるのは、ズームの背景をこう変えられる機能があるじゃん。だそれでなんかいろんな背景にして、一人で、世界一周しましたみたいな、ピラミッドの背景してエジプトみたいな雰囲気とか、自由の女神とか背景をいろいろ変えて、撮ろうかなっていう風なアイディアが一個あって、つまりだから謎解きを作る上で今できるのが、被写体はさ、自分一人っていうのは変えられないから、あとできるのはポーズと背景ぐらいだよね。それ4枚でどういう謎を作るかっていうことなんですよ。一番最初に思いつくのは、数字ができるじゃん。3とか4はちょっと怪しいけど、5とか2とかはさ、結構自然じゃん。1もこれもできるし、これでもいいか。とかね。できるから、それで例えば、ピラミッドでこうしてたら、ピラミッドの2文字目でラ。みたいな感じで、こう4つ、取るみたいなのはできるかなっていうのを1個考えてて。でもそれだけだとなっていう感じがするから、いやこれ難しいのが、本当に誰にも気づかれなかったら面白くないのよこのねちょっとね、わがままなんだけど、本当に気づかれなかったらよくなくって、だちょっとね怪しいなっていうところは残しつつ、でも普通の人なら気づかない、鋭い人しか気づかないみたいな感じにしたい。あとあれか、ツイッターのツイートの文面が使えるんだ。ツイートの文面が使えるから、そこにこう文字をなんとなく配置しとくみたいなことができるはずで、ツイートの部分はでも、松丸くんから来ましたっていうのと、次の人に渡しますっていうのと、次の人は松浦光大くんにしようと思ってるんだけど、あと、ハッシュタグ自撮りつなぎ、これは絶対必要で、あとはそこに自然に混ぜられる文章を使って、あとあれなんだよね、4つの、ツイートの写真ってさ、端末によってバラバラに出たりするよね、順番が。それが心配で、だからピラミッドのラーにしてたとしても、この4文字できた時にさ、それがこう、順番がイタリアのつもりで作ってるのにリタイアにされると、ちょっと困るから、並び替えで1つしかない4文字の言葉を作ればいいんだけど、なんかいいのないかな。ツイッ
ターの文章とつなげばいいのか、ツイッターの文章を4文にしよう、ツイートを4文にして、でそれぞれに一文字ずつ、だから松浦航大くんにパスしますっていう文章があるじゃん。だから松の写真を撮っとくわけ、背景を松にして、でそこで例えばピースしてたら松の2文字アートとか、そういうのできるんじゃないかな。あ、松丸も松だ、ダメじゃん、松丸も松だから松だとこれどっちってなるな。あ、違う、だから逆だ、松の写真2枚使えばいいんだ。ああ、そう、写真4枚あるうちの2枚が松の写真だったら、ちょっと鋭い人なら、なんで松2枚あんのってなるよね。で、ツイートを見たら、松丸くんと松浦航大くんって松が2個あるから、あ、これ4文と4枚の写真がリンクしてるってことに気づく。あ、これでいきましょう。いいですね。そしたら、あとは、ピースとかで文字ずらせばいいから、あと2枚の写真を考えればよくって、このポイントは、写真1枚で漢字1文字を表さなきゃいけないんだよね。だから例えば自撮りつなぎの字ってさ、1枚の背景で言ったら何って言われると難しいよね。しピラミッドって漢字1文字で表せないじゃん。まあ金字塔って3文字で言えるけど、だから漢字1文字で表す、例えばお城を背景にしてて、城っていうのがツイートの文面に入ってるみたいな、茨城に行ってきましたみたいな、ことだったらできるね。自然な文面から考えようか。例えば世界一周旅行だと、背も階も位置も周も量もこうもさ、一文字1枚の写真で表せないよね。これは困ったな。松丸くんから、回ってきました、普段自撮り撮らないんですが、ズームの機能の脳をやってる子を背景にして機能はできなくはないけど、まあちょっと一応メモは置いときましょう。機能で、背景、あ、背中で背景か。まあ背中の写真ででも変だよね。背中の写真、背景で、世界一周旅行やってみました。寂しい。一人。あ、人の背景で一人。いやー難しいな。映えないけど、許してね、みたいなことを書くわけで。ハッシュタグ自撮りつなぎ。いや、これは難しいな。ちょっと自然な文章はできないっぽいから写真から考えましょう。1枚の背景、像とかね、像いいんじゃない？像の写真で印象的なみたいな。あとは写真、他の自撮りつなぎしてる人のツイートをちょっと参考にしましょう。松丸くんの前がね、ライバロイさんで、その前誰だっけな、タナッチさんかな。でその前がはじめ社長だっけ。でその前がりょうくんだ。光栄ですね。光、指で指名してもらいました。で背景指ってちょっと変だよね。わあ、結構でもないな。最近、次、いやまあそうね。象で印象はまあありでしょう。でそしたら植物やって、松が植物でしょ、で象が動物でしょ。だからもう一個はまあやっぱ建築物か、まあ湖とかね。で湖か、湖の橋見てさ、湖か池か分かんないもんね。結びついた方がいいよね、やっぱね。これそもそも謎だって気づくのが難しいから、謎自体はそんなに難しくしたくなくて。月は、月なんかないかな。あー、5月も頑張っていきましょう。あ、それにしよう。いいね。だから松と月と象と松、いいじゃん。で、これで大枠が決まったから、あとは、答えを考えましょう。難しいのが、松丸くんと、松丸くんカッコアットマーク両語松丸みたいに書くから、この辺がさ、もう使えないんだよね。だから松の一文字ずらしで丸にするか、二文字ずらしで句にするか、まあ、漢字表記で君にするか、戻すっていうのもありか。戻すって分かるかな。これだけで2文字戻すって無理やりすぎる。あ、左右に向けばいいのか。右手だったら左手だったらで、まあ、それありだね。
で4文字の言葉が出来上がるんですよ。君の名はぐらいできる。丸生かしてもいいな。難問とかできるかな。難問、いやこれはだから答えが難問だったら難問って送ってくるか、おおこのツイート謎になってますねって、まあ一人気づいてたらそれでも OK だよね。答え言わない人もまあいるから他の人に気を使って。難問でいいかな。いやつまりその答えが出た時にその答えをどうすればいいのか、リプライをすればいいっていうのはパッと伝わるかなっていう、そこはまあ不安ではあるんだけど。松浦1,2,3,4,5くんをひらがなしたら5でちょうど2になるから、4文字でんで終わる言葉がよくて、そしたら5月も頑張っていきましょう、1で、模様ができるんだよね。難問にしようか、難問か、赤門にする。松丸くんから来てるし、ありがとう松丸くん、これいいんじゃない。1,2,3,4,5ほら、赤門にしましょう。ひらがなで赤門ってお笑い芸人の赤門になっちゃうけど、まあまあいいでしょう。そしたら何がいいかっていうと、1枚は松でこっちで5やってて、1枚は松でこっちで5やってるっていう、これかなり意味深な写真になって、これ気づく人いるんじゃないかな。うん、希望が見えてきた。で、じゃあカーだね。減少でもいいのか、像は減少でもいけるね。文章から先考えた。ありがとう松丸くん、自撮りがなかったから、Zoom で世界一周旅行しましたみたいなことにして、5月も、みんな頑張っていきましょう。次は松浦航大くんにパスします。うん、いいんじゃない。だそのやっぱ2行目だな。もう5月もにちょっと取られてるから、世界旅行できるという現象に気づいたみたいな言い回しでしょうか。で、付近に赤門のかがなきゃいけないんだよね。現象確認って確認ひらがなで書いたら相当変だよね。違和感、どこまでの違和感残すからね。ああ、自撮り取り忘れ現象がかなり、いいんじゃない。自撮り取り忘れ現象がかなりだと、これ 2文字遅れでいける。はい、決定。ありがとう松丸くん、取り忘れ現象がかなりあったので、Zoom で世界旅行してみました。みんな5月も頑張っていきましょう。松浦航大くんにパスします。で答えが赤門。よし、はい、決まりました。じゃあ、今から自撮りを撮っていきます。はい、ということで、フリー画像をいっぱい用意したんで自撮りを撮っていきます。でこれって自撮りなのかっていう気もするけど、ちなみにこれはスリランカ像なのでスリランカに来ていますという気分で撮ります。はい、ということで、準備ができました。ちょっとねドキドキするけども、ツイートをしておこうかなと思います。やっていきましょう。で果たしてね、気づく人は現れるのかって感じですね。いきまーす、ツイート、ドキドキ。はい、じゃあね、この間に一応ねこの謎の解説をしておきますね。この文章には、4つの文章があります。この開業で、ちょっと隙間が空いてるんで4ブロックになってるのがちょっと分かりやすくなっていると思います。そして写真が4枚あります。この写真の違和感として、松の写真が2回使われているという、違和感があるとでいうことに気づくと、もツイートの方にも松が2個あるじゃないかということで、文と写真が何らかの関係があるんじゃないかということに、気づくかと思います。そして、よくよく注目してみると、僕のポーズはすべて片手で数字を表しているように見えるということで、数字が何か関係あるんじゃないかということと、象の写真と月の写真がありますが、象という漢字と月という漢字が入っている。これは確実に、何らかの対応があると、いうことに、気づいてもらえると、この謎が解けるようになっております。向かって左側に、左手で、手を、数字を出しているか、右手で出しているかによって、その文字数分戻ったり遅らせたりするということですね。まず最初は松の写真が出てて、左側にこっち側に、5が出ているので松から5文字ずらしてひらがなのあという文字が浮かび上がる。そして、象から2文字ずらしてかが浮かび上がる。そして月から一文字ずらしてもが浮かび上がって、最後は松から五文字ずらしてんが浮かび上がるということで、あかもん、正解は赤門でございます。はい、ということで、赤門ですね。だからね、
謎になってますねみたいなことが、気づけた方は、リプライを、もらえるんじゃないかなと思っております。まあ今のところ気づいてる人はいなさそうだな。気づかないか、どうしよう、気づかれなかったら、5、6時間経っても気づかれなかったら、ちょっと誰も気づいてないみたいですねみたいなツイートしようかな。やべ、ちょっと TL が早すぎて正解してる人がいるかどうかが分かんない。あ、中指が切れちゃってるっていうリプライが来てますね。これはちょっと解くのが難しくなってるかもしれない。わー、誰か赤もんって言わないかな。そう、なんで月とかねいうの来てるんで、あ、これはワンチャンある、ワンチャンある。そうだ、指消えてるのに、なんで指を消えてることに気づくのに、じゃあ4枚とも指を伸ばしてるんだろうっていうね、ところまで言ってくれれば。あ、やばい、来ない、これは来なさそう。全くなんか違和感気づいてる人もいる。ちょっと自然すぎたか、自然すぎたかな。やばい、誰も気づいてない。取り忘れ現象とか言い回しね、気づいて気づいて。これでもさ、リプライだけじゃなくて引用リツイートも見なきゃいけないから難しいな。さあ、あれから24時間が経ちました。結果、誰も気づいておりません。いやー、これはちょっとね、むずすぎたね。ところどころちょっと違和感は作ったつもりなんだけど、あの、マジで誰にも気づかれてない。あ、すっごい、あのね、惜しい人は結構いるんです。違和感に気づいてる人はいて、なんか、なんで松2個あんのとか、松丸と松浦で待つってことですかとか、ってことは象と月も何か意味あるんですかみたいなところまで気づいてる人いるんだよ。あとちょっとなんだけど、それがね、謎解きだというところまではね、誰も来てなかったね。まあ言ってもね、その普通の人はさ、やっぱ今回ちょっと難しすぎて気づかないじゃん。だからもう残る頼みの綱はもう松丸しかないわけですよ。松丸くんなら、まあ、あんだけ謎解いてるしね、違和感気づいて言ってくれるだろうと思って期待してたんですが、松丸からのリプライ、1枚目から4枚目でちゃんと帰国してるの笑った。そういうことじゃないんだよ。そういうことじゃないんだよ。いやー、待つ気づいてっていうね、誰にも気づかれておりません。まあ松丸が気づかなかったら相当難しいよね。ちょっと難易度が高すぎたかもしれないんで、ちょっと独り言をつぶやいて、あのヒントを促そうかなと。で、かといって例えば答えが分かった人はリプライしてくださいって言ったら、これはちょっと問題であるということを暗示しすぎてるんで、読む人によっては普通のただのコメントかなっていうような内容を書こうかなと思います。やっぱね、指がちょっと切れてるの、それがこの指の本数が非常に重要なんだということを示唆して、あれっていう感じでしょうか。指が見切れてるけど、これは4本ではなく5本の誤りですみたいな、解きづらくなっており申し訳ありませんみたいなことを書いて、まあ、見る人が見たら、いや何、ただの自撮りに真面目な訂正してんのっていうボケかなっていう感じなんだけど、実際には謎解きの、訂正のお詫びっていう文言にしましょう。はい、指が見づらくなってて申し訳ありません。それぞれこれ右手で5本って言わずに、向かって左の手で5本っていう言い方にして、え、その言い回し何っていうのをちょっと入れてみました。向かって左の手で5本、だから右手じゃなく左っていう、向かって左っていうのが重要なんだっていうね、ことが示唆されてるわけですね。伸ばしているものとして、ものとして考えてくださいだと、考えるものなんだ、問題なんだっていうのはちょっと言い過ぎなので難易度の調整ね。伸ばしているものとして見てくださいにしようか。いやでもそれだとちょっとボケっぽい、どっちとも言わない言い方にしようか。伸ばしているものとしてください、こうしましょう。伸ばしているものとしてください、これでね、ただの自撮りを見るっていう風にも見えるし、謎を考えるっていう、見ると考える、どっちの動詞とも取られるような言い回しで、これでちょっとやっていこうかなと思います。はい、ということで、今ツイートしたので、これでね、来るかどうかちょっと楽しみに待ちましょう。はい、あれから1時間が経ちまして、ツイッターを確認したところ、正解者現れました。すごい、ついに出ましたね。いやー、よかった、解いてくれる人いてよかったですね。しかも結構ね、複数人来てました。
これは嬉しいね。もしかして謎解きになってますかっていう。いやーよかったよかった、無事ね。いや、いよいよ誰にも気づかれずにただの自撮りつなぎとして終わってしまうところかと思いましたが、無事解いてくれる人がねいました。いやーよかったよかった。はい、ということでね、この誰にも気づかれずにクイズを出すと、まあ謎解きなんですけど出すっていうね企画をやってきましたが、無事、バレたとバレたというか、まあバレられに行ってるんだけどねやっぱ謎解きって言わないと難しいからね。謎解きの問題難易度としてはそんな難しくないと思うんだよね。だからこの答えは何でしょうって出してればもうちょっとみんな正解は出ると思うんだけど、今回ね謎解きと言わないっていうね試みをしてみましたが、うん、こういう結果になりました。意外と気づかれないもんですね。うん、普段からちょっとふざけてると思われてるのかもしれないね。変なことやってもそれが当たり前だと思われてるのかもしれないなという、自分のね、うん、ことを改めて認識しました。まあこういう感じでね、僕結構あのツイッター普通のツイートに見えてもなんかちょっと頭使うようなことを言ってることが多かったりするんで、まあそういう心持ちでね僕のツイートを見ていただけたらと思います。まあ全然普通のねただの感想の時もあるけどね。はい、ということで、本日の曲いかがだったでしょうか。僕のツイッター概要欄に貼っておりますので、他のメンバーのツイッターもね、ありますので、ぜひぜひフォローしておいてください。チャンネル登録、高評価、コメントなどお願いします。それではさようなら。